伊賀両僧は、信濃国稲郡にあった荘園。天竜川左岸壇球場の笠松山麓を中心に立地し、荘域は、松川以南からあち側にかけての範囲から、前寺南方に拡大し、三河国境に至る南北十里、東西五里にわたる広大な荘園となった。阿南町の二前廃寺の王鋭十九年名の胸札や、随行院の協力元年の証明から、 当初の一部であったことが伺える。平安後期の陰性時代には、石管家の門瀬奇妙公院に寄進され、王は元年の同荘園も黒くに、名が見える。品野の皇室領荘園としては最早期の成立である。後に、堀川天皇が混流した、尊称寺領となった。鎌倉時代には、東鏡文治2年3月12日上に、 後白河法皇から源の頼朝に示された、関東五治行国々内の組最小注文にも名が、見えるが、同四年には八条飲料となっている。自刀職は、法上時政であったが、火略四年の幕府下自上案では、江間氏に伝領されており、四条頼元が自刀代として入部し、省内の川地里に開け禅寺を創建した。広部文書によれば、江間氏が、省の一部を、 南禅寺に寄進した。室町時代には、小笠原氏の死なのにおける根本書領となっており、文明年間から今小笠原氏の静寂争いと伊賀領相の領有をめぐり、松尾城の松尾小笠原氏と鈴岡城の鈴岡小笠原氏が抗争し、松尾家によって統一されたが、府中小笠原氏に攻められると、海の国の武田氏を頼って、その支配下に入った。 松園は解体され、あっち側を境に、国修寮の松尾寮と下城寮にまとめられた。武田氏により、永六三年川地里が諏訪大社下社に安堵されている。また、省全体で諏訪大社の造営や、三笹様祭りの頭役を禁止した。平山優、戦国大名と国修 P115 角川選書2018年。ありがとうございます。